英語コンテペイ英語学習者の皆さんをいつも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 応援するポッドキャスト今日は悩み相談についてはいこんにちはおはようございますおやすみなさいはダメですねまだ寝ないでくださいよ日本語じゃない英語コンテペイの時間ですねよろしくお願いします えー、いつも間違うように、えー、と僕はですね日本語コンテペイポッドキャストみたいなねそういういのをしばらく撮ってますそれで、えー、その延長というかですねまあそのスピンオフというか実はこっちがメインなんですけどもともと僕は日本語の先生じゃなくて英語の先生ですからあのこっちがメインなんですけどなぜかスピンオフの「日本語コンテペイ」から始めてしまい、えー、メインの「 英語コンテペを始めるに至ったというわけですねなので「ポッドキャスト!」とかねちょっとオーさストな言い方になってしまってますがもう百何十回言って「日本語ポッドキャスト!」とか言ってると自然とねあの音楽あるじゃないですかこの「テンテンテンテ,ン,テンで音楽を聞くと「ポッドキャスト!」って言いたくなるんですね。なのでそれがあの <laughs> 耳障りの方もそんなに怒んないでくださいね。 はいはいじゃないはい、えー <laughs> えー、今日のトピックですね悩みについて悩み相談についてちょっと話してみたいと思います、えー、まあいわゆる進路の悩みだったり人生の悩みだってそういうものですねあの僕もたびたびですね、えー、悩み相談みたいなのを受けるわけですけどまあ自分もするんですがこれねおかしな話で自分が悩み相談をする人と えー、そ自分が悩み相談をする人はその僕の相談する人は僕に相談なんて絶対しないんですよね。で僕に相談してくる人は、まあ、くれる人ね僕は相談好きですから相談してくれる人好きですよ全然ウェルコムです。で相談してくれる人はでもね僕はその人に相談しないんですね。ここれはややっっぱぱりりかかあるんですかねやっぱりこう まあ大体相談するってことは自分よりその人の方があがそれについてはね、えー、なんか意見があの役に立つ意見を持ってるっていうことでまあ逆すよねよく親友だったらお互い相談とかね言いますけどまあ多分得意分野が違えばいいんじゃないですか。例えば僕が、ね、松本くんに, <laughs> 松本くんに なんかおい居酒屋の相談ね美味しい居酒屋の相談どこかなんかおいしい居酒屋あるとかねそういう相談は松本君の方が全然詳しいだろうけどえー 逆にですよ松本君は僕に居酒屋の相談なんてしないですよね。でも逆にじゃあ英語の勉強の仕方とかであれば松本君は僕に聞いてくれるかもしれない。そういうふうに、まあ、得意分野が違えばですね居酒屋と愉会は全然違いますけどぜ違えばですねあのお互い相互相談っていうのはできるかもしれない。でもね まあ普通物事のこう考え方とかね論理的に考えられるかあと行動力あるかいろいろなのっていうのはもうそれぞれの人が持ってるものなんでそういうのが持ってない人が論理的にに考えられれるる人に相談するこれがよくあるパターンです僕はですね自分の人生はよく分かんなくなることはたびたびあります。 もう本当にどちらかというと迷って迷って迷った逆に今があるみたいなタイプの人生ですから人に相談人にね何かアドバイスをやるなんてもうある意味僕と同じように迷うはめになるような気がするのであんまりしたくないというかあ,のあんまりまあ実際するんですけど何か言った後にアドバイスした後に後悔することのが多くうんってなることが多いんですが。 いわゆるです、ねまあ、英語を勉強したいとか海外に行きたいとか海外に留学したいとか何か勉強したいとかいわゆるそういうタイプの悩み,はあの悩みに関しては僕はもうかなりクリアなビジョン,がビジョンというか、ね、意見を持ってるのでちょっと今日はそれをあの言ってみたいと思います。というのもですね最近、まああのまあ、大学時代の友達とかにちょっとね相談されることがあってですね ななんんかかでですすね、なんかまだ引きずってるわけですよ。いわゆる海外に行きたいとか留学したいっていうのをかなりいい年にもかかわらずですねでこれしかも自分の仕事がかなりキャリアを築いているにもかかわらずやっぱり若い時にですねかなり若い時まあ20代とかに海外に出てない人はずっとそれをもう30代後半になっても持ち続ける だなという、まあ、よくある割とよくある典型的なパターンかもしれないんですけどその友達にちょっと相談を受けたので、えー、それについてね、えー、ちょっとあの僕が思ったことをここで言いたいと皆さんとねシェアしたいと思います。というのもこういうういいい人は多多とと思,多いと思うんですね僕の友達ほど30代後半にもなってないにもかかわらなってないかもしれないんですけどまあなんか 結構あの自分の会社でですねある程度にキャリアがあったり僕の友達は社長ですよ社長です小さい会社ですよ社長ですにもかかわらずまたねなんか変なこと言い出してるんですねまあ変なことっていうのも、えー、彼はですねもう10年近く会社をやってますね小さな会社ですけど10年近くやってるそれにでもですねなんかあの大学であのまあ何て言うかな あの自分がしたい勉強ができなかったっていうか、まああのまあ、ミスチョイスですよねよくありますよね高校の時に自分があのあの何をしたいかをよく考えてなかった、まあ、僕,は僕もその通りですよ僕も同じなんですけどそういうわけで大学に行き直したいと言うんですね大学に行き直したいしかも海外の大学に行きたいと言うんですねなんかあの憧れがあると。 ななななんんか海外の大学に行きたいなんとなく憧れがあるじゃあ何勉強したいのっていうとああまあそれはちょっとまだみたいないわゆるこういうタイプの悩みですよ悩み相談ですよもうね悩みの相談をしてる人があまり実際考えてないっていうねあのこのタイプの悩み相談はもうね相談を受けるうちにだんだんねイライラするっていうかちょっとねうんなんかね相談の準備もできてないね。 そしてなんかあのまあ僕は留学してたのでなんかその留学もしてみたいとかでなんかまあシングルですから彼の場合はシングルで子供もいないからまあそういうことを言っててもいいのかもしれないですけどあの僕は子供がいますね子供がいてえまあ家族を持っている立場からすればもう何言ってんのねしかも彼みたいに責任のあるポジション社長さんです何言ってんのとしか言えない。 こ、ね、ういう時に多分奥さんがいれば奥さんに「何言ってんの?」って終わると思うんですけど変にね、えー、下手に独身だからまあお金もあるし結構そういう変なことをね考え始める余裕があるんですよねなのでなんか会社は社員に任せて自分は海外に留学したいと「じゃあ何勉強するの?」というと「うん分かんないけど」ねやっぱ海外に住んでみたいんだよね」うん、僕はですねいな。あの前 ののの前ぐらいかな言ったようにあの当時の僕ね僕は大学を卒業した、えー、その年の4月ですねだからみんなが新入社員であのもう5月病とか言いながらも頑張っている時に僕はインドに行ってバックパッカーとかしてでその後1か月たって戻ったらもうなんか取り残され感がもうすごかったんですね。な <laughs> なのでもうなんか もう何も失うものがない状態になったんでそ,そしてしかも英語の勉強をね続けてたのでもっと英語を勉強してまあロンドンに留学しようという目標を立てそこからロンドンに行くまでの、まあ、2年ぐらいなの2年3年3年ぐらいか25歳ぐらいまでですね25歳まで死ぬ気でまあ死ぬ気でっていうとちょっとねまあでもこれは言い回しです死ぬ気で勉強しました毎日ね3時間まあ最低3時間映画を見え違うな 3本だか6時間か6時間近く、えー、洋画を見て、えー、そんなに見てる <laughs> そんなに見てないか3時間ぐらいですよね三時間ぐらいうん年間1,000本とか言ってたんで多分そんなもんだと思うんすけ2本ぐらい、うんまあ、必ず見であとはポッドキャストを聞きまくってもう合計だともうほとんど起きてる間英語の英語を聞いてるような状態、ね、日本で、ね、東京で下北沢で結構結構ね何というかなあのー。 結構やっぱりそれは大変なことでした今思えばなぜ大変かというとやっぱり誘惑が多い友達も結構いたしあのみんな遊びたいだかりあざかりですからねお酒の誘いもあるしやっぱお酒を飲むとね意外とお酒は英語の勉強には向いてるんですねでもやっぱり文法の勉強とかを一番しなければいけない。 まあ初級の時期ですねその時だったので、まあ、お酒も飲まず一人で深夜はファミレスに行って、えー、ジョナサンとかね、えー、にジョナサンですね法南町のジョナサンまで自転車をこ漕いでなぜ自転車をこいで遠くまで行くかというとそうするとその間にポッドキャストが聞けるから、ね、そういうわざわざ遠くのファミレスに行ったりして、えー、法南町のジョナサンで朝まで、ね、勉強したり。 そしてまた朝方帰りそうですね帰りがけにまたポッドキャストを聞いてもう起きてそのアルバイトのねアルバイト先のレンタルビデオ屋1人,1人シフトですからねそこはそこに入ったらもうずっと映画を見ているねも,うもう時効ですもうそこ潰れてるっていうかねあの <laughs> はいなので結構大変なんです1人でずっと勉強する。 ね、でしかも当時の僕はもちろん独身だし若いしあの子供もいないし、ね、そういう人にとっては失うものは何もないんでもし僕みたいな当時の僕みたいな境遇にいる人はもう必ず、ね、海外に行っていいんじゃないっていうか海外に行かなきゃどうすんのっていうぐらいあの追い詰められてるわけですね英語はできないともう本当にどうすんのっていうレベルになってるわけです人生が新入社員診察、ね、を過ぎるとね結構厳しいです日本の社会は。 なので <laughs> まあまあまあでもそれでもね頑張ってる人いっぱいいるんであの新卒であの新卒じゃなくてもね頑張ってる人もいるんでまあそうは言えないですけどまあ結構ね厳しいですこれは本当にまあ皆さん分かってますよね僕より全然。というわけであのこういう質問ですねこういうあの悩みえ僕の友達みたいに大学になんとなく行き直したいとかやっぱりね暇になるとこうなるんですよね。でもし まずまままずず、ま、ずですよ、ま、ず考え直してほしいこと、ね、彼に言ったんですまず考え直してほしいことまずですね何が勉強したいか何か,べんんか勉強したい何か勉強したいって何何、ね、<laughs> か勉強したいってまあすごい柔らかい言い方ですよ僕,が僕は僕は結構優しい人ですから <laughs> 友達にそんな強い言い方何勉強したいんだよみたいに言わないですけど何でも、ね、何よく何でもさ ね、勉強したいものがないのに大学行きたいとかな,んかなんとなく海外に住みたいとかしかも海外ってどこ、ね、海外ってどこなのいやアメリカかイギリスかフランスとかもいいのにだからさ、まあ、フランスだったらフランス語勉強しないとダメだしアメリカだったらどこなのアメリカでもともうねなんかなんて言うの <laughs> もう中学生でももう少しちゃんと考えてるでしょっていうぐらい。 詰まってないんですよ考えがね考えが全然詰められてないんですよ。だからねこうでもねこういう相談っていっぱいあると思います。特にでもあの大学生ぐらいの子だと僕も生徒さんとかでな「なんか留学したいんです」みたいなねそういう質問はあります。ね、でその,その人のですね今何をしているかによって僕はあのもうもうプッシュするかねプッシュはもう。 何もない人。もう今の段階で何も失うものがない。むしろ留学して英語でも身につけないとやばいみたいな人は、もう英語やりましょうじゃないともうやばいっすみたいな感じで、僕自身がそうだったんで、僕自身は当時、そんなこと言ってくれる人いなかったんで、英語やったらいいよみたいな。僕は言います。いや、君ね、ちょっとね、やっぱやりましょう。英語やんないってもしかしたらもう無理かもしんない。ね、もう大学生、大逆転も何も普通の生活無理かもしんないっていうようなアドバイスを ね、あの当時の僕に僕はしたいねだからまあ誰もアドバイスそんなアドバイスくれなかったですけどでも僕は勉強して本当によかったなともしくは英語がなかったら僕ね大丈夫怖い想像するだけ怖いなのでもし皆さんがそうやって何も失うもののない人にはあの絶対英語をやった方がいいですよまあやらなくてもいいけどやらない代わりにはなんかねなんかスキルを得た方がいいですよっていうふうには言います でももしねあの僕の友達みたいにもう会社も作って結構うまくいってて特に今一番うまくいってて社員10人も抱えててこれからどん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 ね伸びていくような会社でそれで何かとか何か勉強したいとか何か,かパーティーなんか行きたいとかもう何か。 でもね、でもそれでももし彼がですよ会社を辞めたり人に任せてそれやっても別にいいと思います。最終的にはどうにかなるんであの人生に間違ったチョイスなんてないんですねだからいいんじゃない、そういうのそういう俺、いつまでも挑戦する人好きだよみたいな、ね、考え方もあると思います僕もその通り僕もその通りです。僕も、まあ、彼は少なくとも子供はいないわけだしあの結婚もしてないんでだったらいいと僕も言いたい。 ただですね、それは何かパッションがあればです。ただアメリカに行ってこれやりたいとか、ね、あのスペインに行ってあれやんなきゃ俺はもうダメだとかもうそういうそれぐらいですね、もうすごいもう決まったもうなんかあのパッションがあればね情熱があればそれはね応援したい。やっぱ情熱のある人は応援するべきで情熱のある人はそれをあの突き詰めるべきです。ただですね、それがないなんとなくはちょっとねやっぱり海外 に、ほとんど行ったことない人が、あの、考えてる、やっぱりイリュージョンですよね。うん、これは、あの、僕が、あの、三年間、今、スペインに住んでいてですね。えー、ま、四年になる年、四年ちょうど終わるぐらいに日本に帰ることが決まってるんですけど、あの、ま、帰る理由っていうのもやっぱりあるんですね。あの、ま、僕が思スペインが思ったよりつまんなかったというと、ちょっと語弊はあるんですけど、あの、やっぱりね。 あの嫌な意味でで大変です <laughs> いい意味で大変じゃななくて嫌意意味で大変です、ね、いい意味ででで大大変変すねいいというのはあのロンドンの場合は僕にとってはそうでしたロンドンにいていればいるほどなんかねなんかやっぱりなんか特に僕の場合は英語を本当に勉強したくて英語を一人でそうやって法難町のジョナサンとかで孤独に勉強してたんでロンドンに行って語学学校であの 本当に、ね、英,語英語が好きな人たちで集まって先生もねすごい応援してくれて、ね、2年目からは英語を教えるクラスとかに入ってそういうのも勉強してそ,そういうことでなんか本当にねもう本当にやりたかったことがやれたんですね。で日本に戻ったら必ずこれをねまあ実はその時点ではまだ考えてないんですけどまあいろいろあって日本でいろいろあってでもうこれは自分が自分があの自分が こうやって、ね、僕みたいな人でも英語がねある程度話せるようになったできるようになったってことは僕みたいな人をもしかしたら助けられるかもしれないねまあ僕みたいな人っていうとあれだけど英語をやりたい皆さんをあの少しでもね助けられるかもしれないと思って下北沢に教室をオープンさせたんですそしたら思ったよりもですね、まあ、当時はいろいろノバのやつとかいろいろあって、まあ、あのちょっとねそう大手の学校がちょっとこう。 あのちょっと信用を、ね、失った時期でもあったので、えーまあ、それも良かったっていうのもあるしいろいろですよいろいろいろですいろいろが重なっていろんな人が来てくれたんですねですごいよく思ってくれたボキャブラリーがないですねボキャブラリーが、ね、すごい良かったので良かったまた良かった,たな,なので、えーまあ、タイミングが良かったんです。 で,でもですねあのその僕の友達みたいになんかまあなんか,なんかやっぱこう留学コンプレックスというかあの、まあ、本人が言うにですよ留学コンプレックスなのは僕はない,な,いな,いないと思うしあるべきでない存在も認めたくないぐらいのもんなんですけど留学をでいわゆる留学をした人がなんかすごく見えたり、ね、英語を話せる人がすごく見えたりあの大学コンプレックス大学に行った人がすごくもうそういうのはね あのちょっとね海外だとあんまり、まあ、これをまた比べるのもあれですけどやっぱり日本人はですねあの一般的にやっぱり人と比べる人は割といますね割といます僕の友達は結構そういうタイプなのかもしれないですねでもね彼の方が全然すごいんだから、ね、僕は本当に今思えば羨ましいですよ彼みたいに自分でねあの人を雇ってね、まあ、僕も雇ってましたけどなんかもっと。 長いい間やってるじゃないですか僕は7年目辞めちゃってる彼は10年以上やってるからすごいなと本当にすごいだから自分をもう少し見てですね自分があのその得意な分野ですね彼の場合はメディア関係なのであの素晴らしいことだとクリエイティブな仕事をずっと続けてていろんな人も東京で知ってるしあんまりその、うん、海外ね まあ、とりあえずです、ね、英語は勉強していいんじゃないのかとあの彼には言いましたあの僕,僕は教えないです友達は、ね、ちょっとやりにくいのででもあの、英語はやっといていいと思いましたなぜかというといつも言うように英語はそれを結局使って留学にあの向かったとしてももしそれを使わなくて東京にも残ったとしても使えるし、ね、旅行に行っても使えるしあとはインターネットで何かを見るときも使えるしもうどこでも使えるんです、本当にどこでも使える。 あの英語があって困ることは多分ない、ね、英語はなくて困ることあっても英語があって困ることはないんであの大学でねアメリカの大学で何を学びたいとかが決まってないにせよ、ね、いずれどこに行くにせよもしねスペインに来るにせよフランスに行くにせよ英語は絶対ないともう無理ですからまず英語は勉強するのはいいんじゃないとそういう結論になりました。なので あの僕が、まあ、結局ね、ねいつもね英語勉強すればっていう風になっちゃうところが自分でもなさってないんですけどっていうのが同じなんであので僕はね何か皆さんが何か勉強したいとか思ってる場合は英語を勉強すればいいんじゃないのかなと思います。なぜかというと他の勉強は結構ね、ね例えばあの資格とかいろいろあるじゃないですか。 結局あの途中でなんかあのいらなくなったりとかあの他の仕事に就いたらそれはいらないとかそういう可能性がたくさんあるんですねただ英語の場合はほとんどの会社で認められるしあの会社以外でも使えるのでとりあえず何か勉強したい人は英語を勉強するのがいいと思います。それでは皆さんまた。チャオチャオ